えっと、この今日お話しする内容はですね、えっと、実際には90分ぐらいかけて話す内容をぎゅっと圧縮しておりますので、ところどころ話が飛ぶかもしれませんけれども、えー、まあ復興の時空間スケールというものを考える、えー、ものから考える11年目の東日本大震災復興支援ということでお話しさせていただきます。前半は、えっと、東日本大震災の調査から我々増援造園学会が出した。 復興の風景像という本の中で、復興の時空間スケールをどのように思いついていったかというお話です。で後半はその時空間スケールという図の中で、私、篠沢がどういうふうに11年間過ごしてきたかというお話をしたいと思います。まず、造、え、園、ー、学会、先ほども、えー、と福田先生からお話ありましたけれども、東日本大震災にも学術調査ということで、現地調査に入っております。でその結果が、えー、復興の時空間スケールということになっています。 えー、皆さんご存知のとおり、えー、東日本大震災発災,発災後ですね、えっと、政府の復興構想が6月に挙、えー、げられると、それに対して学会からも何か提言をしていきたい、でそのためには調査だという話で、えっと、ゴールデンウィークに私たちは調査に入っています。でこの調査に入るところもですね、えっと、いろいろと、まあ、話がありまして、後ほどあの皆さんと、えー 議論するときにお話ししたいと思いますけれども、まあ、政府がこのようにいろいろ増税から始まり、減災等々、今でも私たちが目にする、えー、復興構想会議の提言書を挙げたわけですけれども、えー、増援学会、先ほど えっと、読んだ先生から、造園学会っていろいろありますよねという話があって、私、この時に書いた絵が、ポンデリングと呼んでるんですけども、あの、どこぞのドーナツ会社の、えっと、ドーナツみたいなんですけど、我々、いろんな分野が、こう、輪っかになってるんですね。で、造園学会って何なのって真ん中問われると何もないじゃないかって言われるんですけど、周りにいろいろあると思ってください。で、この震災対応の時にも、この輪っかの3部門が、それぞれ学術、技術、 計画設計の団体がそれぞれ調査に入って、それぞれの特徴を、えー、反映したものを出しています。例えば、学術というのは行政政策への展開を、まあ、行っているための調査、あるいは論文等々を書く目的でやってますし、技術に関しては造園の技術ですね、先ほどあったようなものを含めて、えっと、日造協というまあ団体と一緒に調査をしていきますで。私が所属してたのはここですね。 あの水色の部分で、えー、とにかく計画設計に携わるメンバーと一緒に調査しに行きながら、今後、その復興に対していろんな動きがあるだろうと、それに対してまあ提言ができるものを作っていきましょう、で最終的には本になりました。で、今日はですは、ね、調査の中の、えっと、1番,3番4、あ1番2番、4番の話をまずして、そこから時空間スケールのお話をしていきたいと思います。えー、1番ですね、まあ、まあ調査ルートがこんな感じですと。 皆さん、まあ、あのー、今回、えー、防災学術連携隊の皆さんは、この風景には、まあ、あの、ご記憶があると思います。一番、ヒン頻レスと定山堀海岸公園っていうのはですね、まあ、えー、っと、地形分類、名前を持つものの力を、えー、当時非常に感じたというお話です。 あの、海岸公園というのは当時、ヘリコプターで何人かの人がえと津波から救助されたということでもニュ,ニュースになっているわけですけれども、現地の方にお話を伺う等々のお話をしていますが、その時に、当時、応用地質学会さんの方で、この場所ですよと。津波がこう来て、津波に対して直行していたので、この場所が津波から逃れることができました。倒木の方向からこういうふうな調査がされてますという調査結果を出しています。 で私たち造園、えっと、の者たちにとって、じゃあ、この場所、どんな場所だったのというのが非常に興味深かったで。今、起伏がある場所なんですけど、実際には昔はここは池であり、当時、ここにゴミが捨てられて、それが、えっと、迷惑だったために埋め立てられて、先ほどのような公園が立ち上がってきたと。でここに走っているのは堀だと。堤山堀という歴史的な、えっと、通路とも、水路ともなったものだと。でそういうことを、まあ、私たちは目にしてきたと。 これが品定列、浜定と僕よく言っちゃうんですけども、浜の堤防ですね、のようなものが地形的な要素としてあると。実はこれは、先ほどのこれが海岸公園ですけども、これの脇に、えっと、集落があるんですけど、見事にこの小さな起伏の中に高いところに古い集落が立ち並んでいて、ここは被害を受けても、えっと、比較的、まあ、ダメージが少なかったというような話もあります。特に神社等は微高地にしっかりと位置しているなんて話が、後ほど、あの、 木下先生のお話にも出てくるかと思いますで、えっと、こういう人と自然との関わりの歴史を当時、目の当たりにするわけですね。で、えっと、確かにいろいろな、えっと、被,災被災の状況を目にするわけですけれども、その中でも、なんとなくその奥にあるような人の営みだとか、その人,人の営みを規定するような自然の力というものに、私たちはまあ気になったと。 ふと目を上げると向こうにこのように、えっと、ポダが並んでいる。これは何かと近づいていくと、まあ、イグネと呼ばれる集落を守るように、えっと、防風林だったわけですけども、それが立ち並んでいて、もちろん津波は来ているわけですけれども、その中で立っている様子ですとか、えっと、それが、えっと、一本だけ残ると。なぜか知らないけど、ここに松が残ってるなと言って見ていると、どうもここはキツネ塚と呼ばれていたと。 でキツネ塚と言われていて、ここにちっちゃな祠があるんです。本当にわずかに地面1メートル、2メートルもないぐらいのところなんだけど、これだけ津波が避けて残っている。最終的にこれは、あの、潮の影響で枯れてしまいましたけども、まあ、赤松だと思いますけれども、そんな風景を目にしてきました。一方で、こんな風景もありました。えっと、石巻の新日本製紙のチップですね。木を生成するためのチップの山なんですけど、津波を襲ってきてるんです。 襲ってきててまだ供給されてるわけではないんですが崩れてないんですよね。なんでだろうねという話も非常に不思議に思っていました。えっと集落移転の話はえっと割愛させていただきます。後ほどちらっと出ます、えー。東松原ですね。はい。それからまあ陸系統としての伸びる地区あの非常に被害が大きかった伸びる地区ですけどもまあ自然立地的に危険な土地なんじゃないかという話ですね。 これ、えっと、ここが、まあ、伸びる地区になって、えっと、左側が松島なんですけれども、ここの場所というのは、えっと、えっと、明治時代に伸びる内港という、まあ、先ほどの低山運河え、北上運河からと定着した船が、外に船を、えっと、荷物を出すための定着地として港を作ろうとしていたんですけれども、結局完成しなかった。これはなぜかというと、この須浜がですね、実は非常に砂の体積が、 頻繁に起こるためにもともとここの島はつな、えっと、がってなかったんですけども、陸系とつながってしまったという経緯があると。で、これをより広い質屋で見ると、松島の、ここがノビルなんですけども、これの歴史的変化を見ると、松島に水が入っていったのは、まずノビルのところが先だと。で、だんだん沈降していって、 だんだん松島湾の方に水が溜まっていって、今でいう多頭海の景色ができているんだと。となると、実は伸びるというのは、えー、っと、松島が水没していくときに、まず真っ先に湾が侵入し、さらにその後、明治から昭和にかけて地続きになっていった、一番なんか新しくつながったところなんだなということも、まあ、意識せざるを得なくなってきたということです。 あの、松島の中というのは非常に被害が少なかったということなんだけど、被害が多い少ない、あるいはこの状況の裏に何があるかということを考えさせられました。 でえっと多分こんなことも起こるんだろうということは、寺田虎彦先生の津波と人間の中で、37年前の津波を経験した人たちが、なぜもう一度低い場所に移り住んで、津波の被害を受けてしまうのかという話で、まあ、こういうことを書いてあります。で、気になったのはここですね、人間の寿命を10倍か100倍に伸ばすか、ただしは、えー、津波の周期を10分の1か100分の1に縮めれば、こういう災害を防げるんだと。 記憶の中に残るんだという話をされていて、ここら辺が多分私たちがスケールというものを考えるきっかけになったと思います。えー、5番のここの場合も割愛させていただきます。で、私たち造園学会はですね、復興の風景像という本をですね、出版いたしました。えー、これが先ほどのブルーですね、私たち造園の設計計画に関わるものの支援のためのコンセプトブックと呼ばれるものです。 でこの時の基本的な考え方は、先ほど調査で私たちが目にした現状の状態の奥にある様々な、えー、と事柄をきちんと私たちはサイズ別というか、スケール別に把握しなければいけないんじゃないかと。で、その一つの考え方の裏には、チャールズレイ・イームズのパワーズ・オブ・テンという IBM が作ったフィルムがありますけれども、その考え方がありました。 当時、えっと、一緒に活動していた、現在、慶応大学にいらっしゃいます、石川はじめ先生の、えっと、メモですけれども、今、こう、ここにアクシデントが起こったときに、生存、生業、生活というような時間の流れに応じて、それぞれ、秒、日、月、年単位の、あるいは100年単位の、えっと、生活、生存等々を考えていかなきゃいけないんじゃないか。ということで、こういうグラフを書いた中で、 これが最終形、ほぼ1つ前の形ですね。個人の経験が1秒から1分、1時間、1週間、それからコミュニティの経験がそれの後に続き、さらにその後地域的なものを考えなければいけない。で私も同時期に同じような図をまあ作っていました。これはどちらかというと、私たちがどう働くか、どう活動していくかという単位を考えていった将来的なものです。 同時に先ほどちょっと出ました、貝塚宗平先生の第一子の自然史ダイアグラムというのを私は昔から気にしておりまして、それと同時に多分、将来と過去のものができてくる。私たちが今発災がここにあるとすると、過去何年間、あるいは何十年、何万年かけてできたものを私たちが扱っているのかというのを、えー、気にする必要があるんじゃないかというメモを当時作っていました。これらを議論を統合させたものが復興の時空間スケールと呼ばれるものです。 個人的には生存の手段としてどう,いうふうに対応していくか、あるいは制御と生活へ、コミュニティの再建、防災・減災の技術、それを風景への再生、記憶の継承へとつなげていくという話です。これからはですね、私が関わってきた仕事についてですが、この11年間、私はここにあるような8つの仕事をこのスケールの中でしてきています。 中には、えっ、ー、と、小学生に理科教室をするというような生活の一部の時間を要用するものから、えー、さらには、えっ、ー、と、福島の復興記念公園、これからもしかすると100年、1000年の単位でものを考えなきゃいけないのかなというところまであります。まず、最初の頃にやったのは、えっ、ー、と、石巻市の復興支援高級住宅という住宅なんですけども、これは えっと、工学院大学125周年の、えっと、記念の、えー、資金をもとに、私立の大学が、えー、民間の企業とともに作った住宅になります。かつて、えー、開発された後の土地に、まあ、託造基準を、まあ、なんとかクリアしながら石積みをして、えー、仮設ではない住宅を作りましたという話です。ここにも、えー、っと、もともと、北上川の流れを変えたという、その人の営みの 結果がありまして、ここがおっぱ湾の湾の入り口に、ここですね、えー、と住宅がこの位置にあるわけです。で、これが出来上がった復興記念住宅ということで、えー、先ほどの資料の中にも、えー、とプロジェクトについての資料を入れてあります。えー、かなり、えー、と木造の、えー、と石、スレート吹きの屋根で、石積みが非常に 大きな石が入っています。で、これは庭石を買ってきたわけではなくて、道路の下に敷く、路上に敷くような、えー、高質砂岩の産出する石の産地があったので、そこから運び込んでいます。で、これはですね、まずは、えー、っと、仮説でないものを作れないので、作れないのかということがチャレンジでした。さらに、この建てたものが、 なくなってしまうのではなくて、10年経ったら他のものに変わっていくということを考えていくプロジェクトで、現在、他の目的で、えっと、使われております。住宅ではなく。まあ、この中でランドスケープというか庭ですね、表通りとか路地とかですね、それから2個置で立ってますので、その間の裏庭の計画をしています。これが先ほど言った石積みとその外部のところで、大学でまあ参加をして、植栽、あるいは芝張りなどをした経験があります。 もう一つはですね、七ヶ浜町の防災、えー、海岸防災林のランドスケープ計画。これは造園学会の調査を取り仕切った宮城俊作先生の、えー、が、えー、このプロジェクトの筆頭に立って仕事をされていた場所です。先ほどちらっと出てきましたけども、七ヶ浜町というのは移転の経験がある自治体で、今回の津波の復興に関しても、いち早くその対応が取れた場所になります。今回は海岸の防災林の基本を、えー、どういうふうに組み立てていくか、 防災林の自主構成と、それを今度新たに再生していく場合に、どのような土地にどのような樹種を入れていくのか、当然、地盤沈下があり、かさ上げがあるときに、元凶の地盤と膨らめてどういうふうな防災林を作っていくかというのを、も、まあえー、ともとの地質、あるいは土壌のデータを重ね合わせ等から決めていき、植栽のゾーニングをしていくと。 その中で、例えば2020何年ですけども、2050、60年、50年先も見据えて、こういう管理が必要である,であるよと、ま引いていくと、えー。育てていくんですけれども、その分管理もいるよねという話を、えー、町の皆さんとお話をした上で、例えば津波防災林、海岸防災林なんだけど、デクレーションで使う場所もあるとすると、ま引いていってこういう木にしていかなきゃいけないですよねという指示をしていました。 でこの際、宮城先生がおっしゃってたのは、多分、育成プロセスを景観化していく。これをどう見せていくかというのも、私たちの仕事の一部なんだ、ということをおっしゃっていました。で、えー、っと、もう一つですね。えー、っと、陸前高田のですね、高田松原復興記念公園の空間デザイン部門の中で、えー、っと、空間デザイン部会の一応取りまとめ役をさせていただきました。えー、高田松原の最初の印象がこれでした。 動く七夕というお祭りを最後にその低い低地でやると。で、このあと高台に移転していくわけですけれども、これが私にとっては非常に印象に残った高田松原の最初の景色でした。で、当時ですね、えっと、3.11の検地で津波が15メーターまで届いた。もしこれを防ぎ切るには、えっと、アウターライズの津波を防ぎ切るには、20.5メーターの津波の堤防を作らなきゃいけない。それは無理だ,無理だろうと。 そうすると、例えば、多、えー、段階にしていく必要があり、そうすると高台は何メーターに設定できるのかという議論であるとか、じゃあそこで何を公園、えー、の中でしていくのか。当初は、えっと、何千人規模の式典をこの上でやろうという話もしていましたし、その中で、いや、3.11寒いんじゃないかとか、あるいは人々にお話を聞いたときに、祈る対象がそんな、まあ、集まって祈るもんじゃないよという話もお聞きした中で、形が決まっていきます。 例えば、土壌は最初、この2万200万流米だったものが、これぐらいしか手に入らない。あるいは、最大1万人規模の式典がだんだん変化していくよというのが、この流れの中に出てきていると思います。で、最初は非常に大きな山を作ろうという話だったんですけれども、それをスタディーしていく中で、象徴的な空間構成にまあだんだん絞られていく。それから、みんなが祈るという行為が集まって祈るではなく、人々が歩いて、あるいは自分が、 思う方向を祈るというのが非常に重要だろうということが、えー、この中では計画されていき、当然、中にはいろんな案がこうな描かれていくわけですけれども、それがだんだん現在の案に収束していった、これが内藤博先生が、えー、資料の中に手書きというか、いたずら書きというか、メモされたもので、これがおそらく発端になっているものだと思います。で、計画がまとまっていきます。 結果だけを見ると皆さん非常に幾何学的な講演を考えましたねとおっしゃられるんですけれども、それは最終的にあの形に収まって、それが非常にシンプルだからそう見えるんですけれども、その過程では非常に複雑な議論がなされてきているし、その中でクリアしなきゃいけないこともいろいろありました。えー、私は特に地形、ランドスケープを担当していて、その時最初に出された形からこういうふうにした方がいいんじゃないこの時に思ったのは、えー、受け止める手ですね。水を救う手のようなもの。 でここでいろいろな人が集まって活動をしていくことが復興のきっかけになる、あるいは記念になるのではないかということで、形をまとめています。えー、今度の会、の増援学会で、えー、っと学会賞を受賞させていただいたときに内藤博先生がおっしゃっていた言葉がこれですね。宮沢賢治の言葉は、しわらしにて理論の至りへ抜く境をさ探りくると。このこと、決死の技なりと、えー。理論というのは、企業の制度や専門分野で読むこともできます。と。訪れる人が、あの、 場所に追悼という指摘な何かを感じるとしたら、それは決死の技でイタリアの境を探りきたすべての参加メンバーの力によるものですというお言葉をいただきました。光栄ですね。はい、最後ですね、えっと、2つお話を短めにしたいと思います。えっと、福島アトラスという、えー、活動と、今私が携わっている福島の復興記念公園のお話です。福島アトラスというのは、えっと、こんな地図集なんです。 でこれは何かというと,、うん、と、南相馬小高地区という地区を対象に、現地でヒアリングをし、あるいは現地に残されている資料をもとに、まあ、市町村市のビジュアライズとでもいうものですかね、をしていますあの。この前に、福島の仕事に携わる前に、どうしても素直に原発の話をそのまま、なんていうんでしょう、委員会で扱うというのは、あの 個人的に少しプレッシャーがあったのと、何も知らないまま、皆さんのことを知らないままするのが非常に困難だったので、こんな感じで、福島アトラスという活動、えー、福島の NPO ですね、えー、住まい町づくりネットワークというグループ、えー、と、もうお亡くなりになりましたけれども、芳沼生さんという方が基本になっている NPO と、えー、明治大学の青井先生とともに活動しています。で、この結果をもとに現在、記念公園で、 なかなか苦労している最中だと思います。最後にですね、えっと、いろいろ書道の遅れ、先ほど藤田先生からもいろいろありましたけれども、書道の遅れを指摘されたこともありましたけれども、11年間を通じて様々な場面でランドスケープアーキテクトの活動の場面があり、求められ続けられ、求められ続けていると私は思っています。 でその背景にはですね、あの、乗り込んでって終わったよって帰るんではなくて、どうしても向こうにいるカウンターパートの方との関係や、現地で活動していられた学会員の方々との関係性というのが重要だったなと。で、私にとっては、えー、復興の時空間スケールは復興活動のマイルストーンとしても機能していました。えー、っと、そうですね、こんな活動してきましたと。とで、さらに、これから真夜中い、 ではいけないことはそれぞれの震災の結果と学会の関係を学会百周年に向けてまとめなきゃいけないのが仕事としては残っていますでいつもあの非常に難しいなと思うのは様々な意見を調整するということの難しさですで、この時にお話しするのはえっとまあアメニティという言葉今ではホテルのグッズにしか残っていませんけれどもその言葉の語源におそらくその 場所や気候に対する住みやすさとか、本人が望む生活、人々が望む生活様式に対応した生活環境が備わっていること、何かに対するまあ礼儀作法がきちっと守られることの気持ちよさみたいなものをいつも意識しています。それが何なのかっていうと、おそらく人や社会、かつての人の社会と自然なんだろうと。でその話話を皆さんととお話するきには 例えば、陸前高田らしいってどうですかねっていうような地域のらしさみたいなものを、えっ、ー、と、議論していくというのがきっかけにあるのではないかなと常々思っております。少しオーバーしましたけれども、私の話題提供を以上で終わらせていただこうと思います。ありがとうございました。